第8章悪性腫瘍の終末像悪性腫瘍すなわちがんが手術療法放射線療法化学療法などの各種の治療に反応せず進行し他の臓器に多発性に転移した場合は一般的には現代医学の治療法で治癒させることは不可能になります。 自覚症状として食欲不振、体重減少、全身倦怠感、呼吸困難、痛み、発熱などが起こりますがんが神経に浸潤した場合はがん性疼痛という激しい痛みが起こりますが人によっては終末期になっても全く痛みのない場合もあります血液検査では貧血、低タンパク質症、炎症反応等が出現します一般的に 栄養障害により骨と皮だけになる胃に痩せ細り皮膚の色は汚い高度色になります消化器がんでは多くの場合異様な口臭がにおい腹部には腹水がたまりほを満たしてきます肺がんでは胸に水がたまり呼吸困難が起こります精神的に不安定になり不眠やうつ状態に陥ることが多く 積極的に糖尿しようとする気力はあまり見られなくなりますこのような状態を悪液質と呼んでいます悪液質を引き起こす原因は以前は癌から毒素が出ているからであると考えられていました動物実験でがん細胞を擦りつぶした液のアルコール抽出分がから動物に悪液質を起こす物質が取り出され がん毒素・トキソホルモンとして一時注目されましたその後人の血液中からトキソホルモンを検出する研究が多く行われましたが結局このような物質はがん患者の血液中からは証明されずがん毒素説は現在では過去の学説として否定されています肺がんや多臓器のがんが肺に転移した場合はがんの器官や器官誌への圧迫や 胸にたまったミスによって呼吸困難を起こし死亡しますさらにがんが気管支内に破れて出血しこの血液が気管や気管支に詰まって窒息死する場合もありますまた合併する肺炎で死亡することもあります胃大腸の消化器のがんではがんが 消化管の表面に種をまいたように広がる眼性腹膜炎で腸が硬くなって腸が閉塞して通過障害を起こし食事が取れなくなりますまた腹のうちに水がたまって腸を圧迫し食事が取れなくなることもありますこのような状態になれば栄養障害を起こし最終的にはガシと同じ状態で死亡するかそうでなければ 感染症や消化管からの大出血で死亡します。肝臓癌や多臓器の癌の肝転移では胆汁の排泄が妨げられて全身が黄色に変化する状態いわゆる黄疸となります。黄疸が進行し肝臓が働かなくなると肝臓で解毒されない毒素が血液中に増加して意識状態がおかしくなって昏睡に陥り最後は 消化管の大出血や感染症で死亡すすることが多くなります脳腫瘍では腫瘍の増大により脳が破壊されて意識障害や呼吸障害を起こして死亡します腎臓や膀胱の癌では尿路が詰まって尿が出なくなり尿毒症となり死亡します白血病や悪性リンパ腫では骨髄障害による血小板現象で 脳出血や消化管出血を起こして死亡するか、免疫力低下による感染症で死亡します。いずれにしても悪性腫瘍で死亡する場合は、腫瘍の圧迫による臓器の機能不全か、がんからの大出血、または全身的な免疫力低下による感染症で死亡する場合がほとんどです。悪性腫瘍の悪性度により、発症から、 数ヶ月の短期間に死亡する症例もあれば、何年間も腫瘍があまり進行せず、がんと共生したような状態で長期に生存することもありますが、多くの場合は、発症から1年から3年の間に死亡することが多いようです。